まさに群雄割拠です。どの馬が勝つか分かりません。混戦です。第17回フェブラリーステークス G1 ダート 1600m に16頭、ダートは量です。実況席解説は吉田仁さん、東真嗣さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。とにかくですね、去年の覇者明星オペラ、はい、この主者ということになると思うんですが、まず吉田さんどうでしょう。そうですね、やっぱり前走ね、東京大賞典でやっぱりあの不可解なね大差負けが、ちょっとねやっぱり気になるところだと思うんですよね。去年ほどの勢いがちょっとないかなっていうような感じでね、はい、ありますんでね。馬もなんかちょっと、まあ、体もちょっと増えてますしね、昨年と比べるとちょっとどうかなっていう感じに移りますけどね。そうですか。東さんには返し馬の時にもお話を伺いましたが、はい、陣営からもちょっとまだ硬いというコメントもありましたよね。そうですね、陣営のトーンもちょっと低かったんでね、返し馬はよく見たんですけども、やはりちょっと硬いかな、去年のあれの時よりはちょっと体が硬くなっちゃってるのかなっていう気がしますよね。ああ、そうですか。さあ、そしてですね、気合ももう少し欲しいんですけどね。ああ、そうですね。そしてキングヘイローとシンボリインディのダートへの挑戦、はい、このあたりも注目ですよね。この辺は心配ないと思うんですけどね。心配ない、そうですか。吉田さんはそのあたりどうご覧になってますか。そうですね、まあ実戦というのはちょっとわからないところありますけれども、稽古では両方とも割と早い時計で攻めも走りますんでね、はい、まあ、これがやっぱりレース行って、まあ、砂かぶった時にどうかっていうのはちょっとやってみなきゃわからないという部分が多いと思うんですよね。ただ稽古で見てる感じで走り方見てると心配なさそうだなという感じに取りますけれどもね。そうですか。特に今日はシンボリンディは前走よりも落ち着きがあってものすごくいいですね、感じが、雰囲気がものすごくいいですか。そうですか。前走の東京新馬の時僕すごく入れ込んで心配したんですけどもね、レースで結果出なかったんですけれども、なるほど、いい感じに今日映りますね。さあ、スタート地点には伊藤アナウンサーが行っていますが、伊藤さん、各馬の状態いかがでしょうか。はい、特に落ち着きを欠く馬はいません。はい、ジョッキー今ちょうどゴーグルをしたところなんですけれども、一番先にゴーグルをつけたのは明星オペラ菅原ジョッキーでした。そうですか。各馬ともに落ち着いている感じなんですけれども、はい、あとダートコース湿って見えるかと思うんですが、これですね、凍結防止剤のためだということで、はい、含水率 4.3%、9% までは両馬場の範囲ですので通常の、はい、の両馬場と考えていいと思います。そうですか、わかりました。さあ、2000年最初の G1 ファンファーレ、2000年になって初めての大歓声です。さあ、吉田さん、はい、ペースは速くなりそうですか。競泳マーチがどうもね、関東圏の競馬ですとスタートが悪い時があるんですよね。そうなりますとどうなるかわからないんですけれども、ちょっと速くなりそうですね。地方の2頭もかなり先行力ありそうですのでね。そうですね。さあ、群雄割拠フェブラリーステークスダート決定戦 G1、 今去年の覇者明星オペラと菅原勲がゲートに収まりました。フェブラリーステークス G1 のスタートです。ゲート開いた、揃ったスタート。さあ、何がペースを作るのか。コースタート、競泳マーチ、競泳マーチがやはり行くのか。そして地方のオリオン・ザ・サンクスも押して押していっている。競泳マーチ、オリオン・ザ・サンクス、外目から名称もとなり明星オペラも前の方、それからゼッケン10番のビーマイ中山鹿という位置。ペースはどうなるでしょうか。9番のシンボリインディはここです。緑のシャドーロール、外目からオレンジのセレクトグリーンです。それから5番のオースミジェット、その外にアローセプテンバーは控えました。キングヘイローは内、その外にテセウスフリーゼ救済馬、バトルライン、ゴールドティアラ、レッドチリペッパー、その後方から1番のファーストフレンド海老名正義、14番はウィングアロー、今日は絞れています、オリビエペリエ。さあ、第3コーナーのカーブに入って、前は逃げている、引き離して逃げています。オリオン・ザ・サンクス、早田修司、こんなに離れている。競泳マーチが2番手、3、4コーナー中間地点です。さあ、オリオン・ザ・サンクス、早田修司が行っているが、どうやら後続バグンとの差が縮まってきた。2番手は競泳マーチ、そして明星オペラ、2番手明星オペラ、その後ろからビーマイ中山セレクトグリーン、さらには名称もとなりアローセプテンバーも差を詰める。さあ、直線コースに入っているオリオン・ザ・サンクスの逃げはここで壊滅。外から明星オペラ、外から明星オペラ先頭に立った。そしてセレクトグリーンだ、外からセレクトグリーンが2番手、ビーマイ中山、さあ
そして一気にゴールドティアラ来た、内からシンボリンディ、内からシンボリンディ、しかし名声オペラ背中に名声オペラ、外から一気にウィングアロー、ゴールドティアラ、ウィングアロー、ゴールドティアロー、名声オペラ、外からウィングアローがかわした、ウィングアローだ、勝ったのはウィングアロー、オリビエ・ペリエ。2着争いは大混戦、ウィングアロー G1 体感、オリビエ・ペリエ。この群雄割拠混戦のレースを制したのはペリエのウィングアロー。いや、吉田さん、ゴール前見応えがありました。見応えありましたね。レオンザサンクスがね、今日の場で 1000m 通過が57秒7なんですよね。早かった、ちょっと無謀なペースなんですけどね、はい、それを名声オペラが抜け出して、2番手がね、ゴールドティアラ、ファストフレンドがいるんですよね。最内がゴールドティアラかファストフレンドの2着争いですね。その内が名声オペラなんですよね。いやいや、それにしても東さん、はい、このウィングアルオリビエ・ペリエ、まあ、工藤先生の引退に花道を飾りましたね。そうですね、はい、よかったですね。工藤調教師はこの2月で引退することになっていますが、今ターフビジョンにゴール前の映像が映し出されて、もう一度そうですね、東京競馬場大歓声、体勢ちょっと2着有利かなという感じだったんですけどね。そうですね、いやいや、そして名声オペラ、うん、すごかった。4コーナーでね、はい、ずっと馬の間上がってきた時、ちょうどターフビジョンで大写しになった時に場内大歓声上がりましたね。そうですね、やはり人気がありますね、力がありますね。まあ、ゴールまでもう少しというところまで先頭だったんですが、名声オペラ、今着順表示板、1着14番ウィングアロー上がっています。2着3着は写真判定、これはゴールドティアラかファーストフレンドかといった写真判定です。そして名声オペラが4番手、5番手にセレクトグリーンが入っています。もう一度ゴール前、今日はウィングアローはきっちりと絞ってきて、ね、前走がすごく体が増えててね、まあ、重かったと思うんですけども、もう G1 やっぱ絞ってきたという感じでしょうね、東さん。そうですね、今回の調教を見ていて本当に絞り上げたなって感じしましたですね。ああ、そうですか。パドックでもね、ものすごい集中力があるような感じで歩いてましたしね、今は良くなってきたことは間違いないと思います。流れもぴったりはまったって感じですね。ああ、そうですね、はい、やっぱり ああいうタイプの馬なんでね、やっぱり東京コースもいいんでしょうけれどもね。そうですね、全てやっぱり勝つ時はうまくいきますね、こうやってね。これ以上馬場が悪かったらちょっと分かんなかったですよね、うんうん、このぐらいの馬場で収まったのがっていうのは38秒近くかかってますからね、上がりが、その点やっぱり届いたんですよね。ああ、そして今東京競馬場ペリエコールです。左手を力強く何度もガッツポーズ、そして投げキス、オリビエ・ペリエの投げキス。今ウィングアローの首差しあたりを撫でて笑顔で引き上げていきます、オリビエ・ペリエ。速い流れも向きました。そして究極の仕上げだったわけですね、工藤調教師の引退の花道を飾りましたウィングアロー。